パッて浮かんだのが、やっぱりカピバラさんですよね。カピバラさん、あのなんか優しそうな感じ、はいはいはい、となんかこうほんわかした空気が、うんうんうん、僕カピバラさん触ったんですけど、はい、あそれをあもう即出てきました、ね、おカピバラさんだもう本当に言いづらいんですけど、え、なんだすごい言いづらいんですけど、はいはい、私も、はいカピバラさん本当ずっと思ってて、あ本当ですか、本当にカピバラさんっぽいなと思ってて、もう理由も同じで、はい、あの一緒に撮影させてもらったの1回だけだったんですけど、はい、本当に優しくて、はい、あの柔らかい人当たりの方で、あのすごいそこがもうカピバラさんだなっていう、あそうですか、なるほど、こう打ち合わせをしてないからならではのこのかぶりというね、まさかのかぶり、はい、言った瞬間にこれもしかしたらかぶったかなって一瞬感じたんですけど、はい